札幌ちょこっとサウナトリップということで、今私はこのすすきのの交差点に来ました。ちょうど路面電車も走ってるような札幌の街のど真ん中に来たんですけど、今日は、まあ、私にとってはこの札幌の中心部っていうのはもうおなじみの街なんですが、旅行で来た皆さんにもサウナや美味しいものを楽しんでいただけるようにいろいろとご紹介します。じゃあまずはサウナからでしょう。じゃあちょっとサウナに行ってきます。小屋平川まで見える。ちょっと背伸びしたら見える。さあ、すすきのの端の方にやってきました。でこの辺に新しく、いいサウナができたと聞いて、今日はやってきました。こちらです、ホテルアンドルームス。こちらはアンドルームス、私たちはアンドサウナなんですけどなんかね、いいサウナができたらしいんでちょっと行ってみましょうか。お、いいぞいいぞ。では女性の方のサウナに入ってみましょう。こう入ったらまずこの壁がレンガなんですよ。素敵ですよねこれね。ちょっと重厚感のある感じで、こっち側の壁はこうシルバーでこうね、シャワーがありました。こちらですねサウナ。おー、結構広そう。サウナ室の前にアロマが置いてある。ホテルアンドルームスオリジナルのサウナ専用アロマオイルだって。レオちゃんのね、シュッシュッと。ではいざサウナへ。チャラーン、すごい。おお、見て、ハルビアのストーブドーン、すごい。ストーブが真ん中に、壁側にねドーンとあって、壁の色がこの真っ黒じゃないんだけど暗い色で、この木の色も黒で統一されていてスタイリッシュですね。おしゃれで、結構広いんですよ。10人ぐらい入っても余裕なのかな。でこっち側の入り口が一面全部ガラスなので外の光も入ってきてます。いいですね。明るい時間にお風呂入ったりサウナ入ったりするのってちょっとした贅沢感がありません？ちょこっとトリップの醍醐味じゃないですか。もういい香りなんだよ。では行きます。いい香り。さっき外でこうシュッシュって直接嗅いだ香りとはまたちょっと香りが違う気がする。自然な木っぽい香りがしますね。この優しいじんわり感いいな。しかも結構広いんですけど蒸気が届くのは早かったです。この座った時の天井のこのちょうどいい高さが熱のね届き方とか蒸気の届き方を計算してるのかな。札幌の街の中でゆっくり過ごすって意外とこの辺に住んでてもなかったりするんですよね。
だからこう札幌市内の人とか北海道内の、まあ、札幌近郊の方とかもゆっくり街の中に泊まってみるっていうのもいいかもしれないですね。ここのサウナは宿泊者限定なので泊まって街でね、まあ、ご飯とか食べて夜はゆったりホテルで過ごすとか、まあ、そういう本当にまさに日常の中のちょこっとトリップっていうのもいいかもしれないです。よし、じゃあ汗を流して水風呂ではなく今日はコールドウォーターで整え親方におすすめを聞いたんですけど、中に椅子に座って上からシャワーを浴びるといいよ、おすすめだよと教えてもらったらちょっとやってみます。おいいですね。やっぱ頭って一番アチアチになってますからね。Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. シャキッとする。よいしょ。ではこっちがエアバスって書いてある。なるほどね。外気浴ね。空気もお風呂です。よいしょ。私の高さからは小平川まで見える。ちょっと背伸びしたら見える。立つと景色が見えてたんですけど、座ると今青空だけです。雲がちょこんちょこんって流れてて、あーすごい、街の中にいる感じの景色ではないです。本当に青空。サウナに入っていっぱい汗かいたらお腹空いちゃいましたね。サウナの後はサ飯食べに行きましょう。でちょっと街の方、この大通りの方に来ました。でもうちょっと行くと札幌駅なんですけど、ここは札幌時計台もあります。で本当この辺りは観光客の方もすごい普段から多くて、皆さんあそこで写真撮ってて、私この辺よく撮るんですけど、すいません写真撮ってもらっていいですかって、あのカメラ持ってますあ、いいですよってやったりしてます。あ、ここですかね。ここです。じゃあ行ってみましょう。お待たせいたしました。はい、こちらがエゾシカ肉のミートソースパスタとエゾシカ肉のカツレツでございます。あ、美味しそう、ありがとうございます。シカ肉って、はい、いつが美味しいとかってあるんですか？旬は秋から冬と言われてまして、うん、寒い冬を乗り切るために栄養をたくさん食べてるので美味しいシカ肉です。そうなんですね。鹿肉ってなんか、はい、栄養、はい、すごいいいっていう風に聞いたんですけど、はい、鉄分やタンパク質がすごいたっぷり入ってます。うん、はい、いただきます。はい、このお野菜がいっぱい乗ってるのも嬉しいですね。そうなんです。
ん、おいしいです。いい旨味がありますね。ありがとうございます、うんうん、脂っこくなくて食べやすいです、鹿肉、はい、パスタの方も、はい、いただきます。美味しそう、うんうん、なんかすごいいい香りがします、はい、じっくり鹿肉を煮込んでいるのですごい旨味がたっぷりソースにも染み渡ってます。うん、あとこのハーブの香りですか？はい、ハーブとタイムとローズマリーが少し入ってます。これはいいですね。なんか鹿肉ってこんなに食べやすくでこう美味しい旨味のあるお肉だって知りませんでした。はい、結構最近ではエゾシカが人気で道外からもたくさんのお客様がいらっしゃいます。いいですね。北海道に来てエゾシカグルメを楽しむっていうのが新しい魅力の一つですね。はい、そうだと思います、うん、ちなみにサウナって入られますか？あ、最近入るようになりました。うん、そうなんですね。サウナに入った後って本当にこういう美味しいご飯がより美味しくなりますよね。はい、あの体に染み込みますね、うん、染み渡りますね。ですよね。サウナ飯にぴったりですね。はい、ぜひおすすめです。アンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。